さあどうも皆さんこんにちは。本日も牧場物語ウェルカムワンダフルライフやっていきましょうか。そして今日のテーマとしましては施設の注文、こちらをやっていきましょうか。いよいよ増築ができるというところで、こちらをね試していければなと思ってます。でこの中で様々な追加要素があるわけで、でその中でね多分最も優先順位が高いのがこちらじゃないかな。動物小屋の建て替え。ではなんでこんなに優先順位が高いのかっていうところですが、まあすごいねシンプルではあるんだけど、羊毛が高く売れるから。一方で鳥小屋の建て替えに関しては、卵ってね言っても金でもそんなに高くないっていうところと、毎日取れるわけでもないし、まあ単価も安いから、まあそれを考えると、まあ羊毛の方がいいんじゃないかなっていうところで、今回はこちらの動物小屋の建て替えやっていきたいと思いますね。しかもね、オペレーションがそんなにかからないっていうのもいいよね。ってことで、早速こちらやっていきましょうか。で、これによって、なんとね、動物を16匹まで飼うことができますね。これかなり大きいよな。で、そのね、羊をね、飼いまくりたいと思います。で、動物小屋の増築ですが、これどんぐらい時間かかるんだろうね。ちょっとわからないんだけど。あ、これ状況はまだ見れないんだ。ちょっとこれね、具体的にどれぐらいなのかっていうのが書いてないからわからないんですよね。まあ自分のイメージでは翌日には、ね、しっかりと増築されているんじゃないかなと思っているんですが、まあそんな都合は良くないよねっていうところで、まああんまり期待は持てないかなっていうところでございます。はい。いやーけど、どうなんすかね。増築。まあとりあえずやってみましょうか。なんか従来の作品だと翌日みたいなイメージがあるけどね。まあ、今回初めてなんでマジでわかりませんと。では、家に帰りましょうか。お、ルミナッチ。ショートカットになったんだよね、そういえば。そして、なんか遊んでるな。お、犬がついてきたね。ちょ、訓練してあるか。これさ、多分犬の好感度とかマックスになってんじゃないかな。めっちゃ回ってくれない？多分これね、好感度によって、回る回数とか、回る角度とかが変わってくんじゃないかな。相当回ってくれてますね。まあ、結構好感度上げてるからな。ってことでちょっと一旦寝ましょうか。今日ね、やるべきことは終わったんで。ってことで一旦寝ましょう。まあ、最近なんかね、5時前ぐらいで寝てるな。めちゃくちゃやばくない寝すぎでしょ、主人公。ってことでやっていきましょう。はいはいはい、やっていきましょうか。っていうか、俺より早く起きてるような二人とも。早くない？てか、幼稚園行かなくて大丈夫？うほー、なんかすごい荒ぶってるね。荒ぶるだけかな。で、あ、けど増築イベントってさ、なんかその動物のやつもそうなんだけど、確か時間差っすよね。確か時間差で来ると思うので、もうちょっと待たないといけないのかな。そして、俺はすかさずメロンを回収していくわ。で、回収して、結局なんかさ、農作物も金稼げるけど、オペレーションがかかるから結局なんか微妙なんだよな。なんだろう。勝ちルートというか、金稼ぎのルートってさ、このゲームめっちゃあるじゃん。まあ、バナナで稼ぐとか、あとね、品種改良も最近やっておりまして、品種改良で稼ぐっていうのもありなんだけどさ、なんかね、ちょっと難しいよな。なんか従来の作品とかだったらさ、なんかもうなんとなくイメージつくんだけど、今作はいろいろね、稼げる手段があったりとか、で、どれもまちまちだからさ、すげえなんか悩むなと思いました。はい。で、今からね、増築をやっていきたいわけなんですけど、まあ、それと同時に、あれっすね。こいつらの好感度もちょっと上げていかないといけないわ。で、基本的にはやっぱ放牧の方がいいのかな。餌やるのもね、結構めんどくさいので、できるだけね、ちょっと放牧をしていきたいところ。で、多分増築されるまでは、あれかな。あ、これは、金じゃないか？多分金っすね。で、羊をね、飼ってみて思ったんだけどさ、例えば餌をあげるじゃん。で、餌をあげるっていうのは当たり前なんだけど、毎日話しかけて、で、それだけじゃなくて、しっかりと、こうやってね、磨いてやらないと、菌の羊毛が取れないってことがだんだん分かってきたわ。なので、皆さん、できるだけね、これ、磨いていきましょう。磨くだけでね、2倍になると思ったらめっちゃ安くないですか？多分ね、これが必要なんだろうな。
なんか一時ね、普通の羊毛しか取れなくてめちゃ大変だったんですよ。ってことで、今日の仕事終わりですね。早くない?けどまあ、月末なんでね、やることぶっちゃけないんだわ。ってことで、ちょっとまあ時間飛ばしってわけじゃないけど、寝ましょうか。で、しばらくこのね、高サイクルでやっていきたい。で、多分増築もね、俺3日ぐらいかかると思うんだよな。ただ工事始まってないよね。ちょっと待って、工事って始まってんの?ああ !2 日かかるんだ。オッケーオッケー。朝には増築完了。おお、すごいね。こんな感じになるんだ。増築完了いたしました。すげえ。増築できたね。でかいね。これで、また買うことができますよ。で、これで、ま、16匹まで買うことができるから、だいぶね、金策もやりやすくなるんじゃないかな。で、施設関連もね、本当にお金がめちゃくちゃかかるんで、ちょっとこれ大変なんですよね。けど結局なんか品種管理じゃねえわ。あれなんだっけ、品種改良か。でもまあ儲かるっちゃ儲かるけど大変だよな。はい。お、21個目のステッキか。ってことで完了でございます。で、避難をさせたい。あ、自動的に避難されてますね。で、ニワトリたちを中に入れましょう。で、オッケーか。あ、ちょっと待ってよ。ニワトリってまだ来てねえんじゃねえのこれ。大丈夫?注文できる?あ、できそうっすね。で、まあ、羊を買っていきましょうか。これでオッケーかな。よいしょ。これでオッケーで。で、これ一気に、ダメなんだろうな。これがちょっと難点ではありますけど、仕方ないか。結局なんか一番重要なのってこれだよな。で、羊はね、一日に一回ね、飯を食うので、ちょ、ま、どれだ?で、しっかりと、海馬を与えていきたい。で、海馬を与えて、入れるか。あ、やばい!ちょっと待って。汚れてる、羊っちが。羊っちが、ちょっとやばいっすね。汚れてますね。で、こう、で、こう、で、こうか。いやーこれね、寝てるとブラシできないからな。あ、できるんだ。ちょ、ブラシとりあえずやって、ブラシやって、これブラシやってからさ、羊毛取った方がいいんじゃね?もしかして。パターンとしては。あー、ちょっと待って、大丈夫?オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。で、これで、で、どうだ?あー、なるほど。マジか。金だね。いいね。金最高だぜ。けど、金策さ、これが一番最強だよな。なんと言っても楽っていうのが一番いいよね。まあ、酪農もそうだし、農耕もそうだけど、まあ、手作業は若干かかるけど、ね。まあ、仕方ないところかなと思います。で、あとさ、いいって思ったんだけど、これ、有効度ってさ、マックス何歩ぐらいだ?ちょっと見てみるか。で、馬も一応。馬ってなんか交換だけど意味あんの?馬のレースみたいなのあんのかな?あー、なんか全部さ、5ぐらいで止まってるな。なんで?これあれか。おやつあげないと突き抜けないみたいな感じなんでしょうか。ちょっとね、もしわかる方いらっしゃいましたら、ぜひね、ちょっとコメント欄に書いてください。あと、健康度って何これ?やばい、健康度めっちゃ低いんだけど、なんで?そんななんか極端に悪いことしてないんだけどさ、普通に飯あげて放牧してやってんだけど、健康度ってのがちょっといまいちわからなくてさ、ちょっと誰かわかる方いたらさ、コメント欄に書いてください。ちょっと俺もいまいちわからねえんだよな。で、よいしょと、貝場をあげましょう。で、まあこれで OK かな。で、まあ雨降っておりますので特にやることなくて月末だから、まあこれもう寝ていいんじゃないかな。ニートすぎない。2時間働いて終わりか。はい、ということで、とりあえず増築完了いたしました。皆さんいかがでしょうか?ただまあ、とりあえずね、ちょっとお金稼ぎをしてるっていうところもあって、で、まだ下準備をね、している段階なので、まあ、こんな感じのハイペースでね、時間飛ばしって感じでもいいと思うわ。で、もうじき3年目か、これ。もうじき3年目っすね。で、子供を、ちょっと、持ち上げていきましょう。あれ?あ、下ろすか。オッケーオッケーオッケー。で、話して終わりと。で、毎日話しかけて、まあ、ルーティンですね、これ完全に。で、曇りの時って出して大丈夫っすよね。なんか最近、あーけど、やめとこう。秋ね、結構雨多いんで、ちょっとやめときましょうか。で、山菜があるので、これもちょっと取っていきましょう。
で、これも取っていきましょう。ちなみにこちらにあるのはバナナの木ですね。で、バナナは夏になると16個取ることが確定でできるので、これ結構でかいんですよね、金策として。個人的にはおすすめですよ。で、あと秋はね、野草じゃなくてこういったキノコ系かな、キノコ系がね、なかなか美味しいです。おすすめですよ。で、卵が落ちております。回収しましょう。で、それに加えてちょっと鳥小屋に入りましょうか。おお、なんか増えたね。あー、鳥小屋いっぱいか、無理か。なんかこう見たらめっちゃ増えてるな。劇的に増えてますよ。まあ良いことではないでしょうか。ってことで、これどこに何があるかってめっちゃ見にくくない？俺だけ？結構見にくいっすよね。あ、鳥の餌俺持ってねえんだ今。まあいいや。ってことで、ちょっとお前ら悪いな。鳥ってさ、放牧してたら飯がいらないという認識なんだけど、合ってますかね？多分合ってるよな。で、ここの中に入って、おー、大丈夫か、お前ら。よいしょ。で、喋りかけて、これ喋りかけるのってだけど意味あんのかな？まあ、飯は多分あげないと、まあ、普通に考えると、まあ、羊毛の質が悪くなるみたいな認識なんで、とりあえずあげたいんですが、あげていきましょう。で、これで OK で、これで OK で、よいしょ。ああ、馬にちょっとあげたいんだけどな。まあいいや。で、それプラス、ちょっと羊を飼いたいところ。とりあえずバンバン飼いましょうか。これ前の羊が来てねえんだよな。はい、ってことで、とりあえず一旦終わりますね。今日は増築いたしました。ただちょっとやるべきことがたくさんございますので、まだやれてないところがあるんですが、ちょっとこれからもね、頑張っていこうと思ってます。で、それプラスあれだな、秋に育つ種だな。ちょっと買いに行きましょうか。で、野菜もね、結構必要なんですよ。まあ、品種改良であったりとかさ、いろいろやるべきことがあるから。で、秋は結構ね、雨が降ってくるので、まあ、それを踏まえて、まあ楽な季節ではあるんですが、放牧ができないからちょっと楽の農家としてはきついよね。こんにちは、セピリアッチで、こんにちは。で、買っていくのっていうところで、うわ、お金がねえな。マジで。で、今は、ちょっと待って、何の季節やったっけ？未だに覚えられない。アンバーか。秋やな。アンバーが秋やな。オッケーオッケーオッケー。なんか普通に秋っていう表現の方がわかりやすいんだけどね。で、アンバー、イチゴだね、アンバーといえば、やっぱり。アンバー、人参、あー、なるほど。ちょっとこれ買っていくか。で、料理でも使うし、ちょっと人参を買って、で、他には、そうだな。何がいいんだろうね。アンバー。いちごか、あとはちょっといちごも買っていきましょうか。よいしょ。で、これで OK かな。で、帰りましょうか。よいしょ。まあだいぶね、牧場経営も軌道に乗ってきたよ。だいぶ楽っす。やっぱ序盤と比べるとだいぶね、安定してきたな。けどやっぱり動物小屋の拡張だったりとか、あとはその野菜集めとか品種改良かな。まあ、そこがね、やっぱ重要になってくるかな、このゲーム。結構なんか中長期的な目線でやっていかないとダメかなと思っていて。まあ、ある程度アイテムとか好感度を上げきったら、まあ、とりあえずね、お金をある程度稼いで、まあ、ここを増築させるみたいな、そういったイメージか。多分それがいいんじゃないかな。よし、ということで、今日の動画一旦終わります。お疲れ様でした。最後になりますが、改めてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして高評価もここまで見ていただいた方はよろしくお願いしますね。ではまた。